皆さんこんにちは、ほっしーです。今日の飯はやっていきましょう。今日はですね、木曜日ということで週刊アップ情報を見ていきたいと思います。で、今週はですね、いつも通りの週刊アップに加えて大型アップデートも来たので、そちらについてもお話しできればなと思います。じゃあ早速キャンペーンの方から見ていきましょう。まずはいつも通りのアップデートですね、そちらから見ていきます。今日から TOTS の特別ログインボーナスが始まってます。最終的にはセンチュリオン24チャンスの進化5から8、120-130選手パックがゲットできるんで、これも必ず毎日ログインするようにしましょう。続いて TOTS スペシャルボーナス、こちらは第3週目報酬確定していて、ランダムランクアップ素材レジェンドと TOTS24 10% チャンス進化0から5 123-130 選手パックと、またこれもね、ショート動画で結果の方をお伝えしようかなと思います。では次ストアイベント見ていきます。TOTS24 確定パックストアということで見ていきましょう。まずは無料パック、これもらいましょう。続いて 100FV で TOTS24122 選手パック、130FV で123選手パック、200FV で124選手パック、450FV で125選手パック、2900FV で126選手パックと、まあ個人的にはね、これ買わなくていいと思います。結局その125とかの選手も安いし、なんでまあその無課金の方とか未課金の方が選手狙いで引くのはね、ワンチャンあり、あの FV もらえたりするんで、今 2000FV ね、それ使って引くのはいいのかなと思います。ただまあトークン交換とかを狙ってこれ引くのは個人的なしかなと思います。じゃあ次 TP イベント見ていきます。今回はエリートシルバー追加されていて、まあ、これもいつも通りなんでスルーでいいのかなと思います。じゃあ次アイテム受け取り見ていきます。今回は特別生放送の報酬がいっぱい来てます。事前アンケートの報酬、マッチの報酬、あとメンテナンス協力のお礼、リポスト1000達成の報酬と、じゃあこれ全部ねまとめて報酬受け取っていきましょう。多分そんないいやつは来てないはず。どうだ、演出は来ない。はい、スキップします。こんな感じですね。一応進化素材がもらえて、あとはリサンドマルティネスの誤信と119か、まあいらんね。そしたら次はストアの更新見ていきたいと思います。はい、今回はまずは FV の追加いつも通りあって、チャンスパックこちらが 7% ですね。 TOTS50 円で販売されてます。まあこれもね、いつも言うように運試し引くのありかなと思います。じゃあ次下見ていきましょう。なんとね、今週から UCL ベスト11の選手が搭載されて、それのねチャンスパックビニシウスとリュティが来てます。これが100回天井ですね。特にこのビニシウスめちゃくちゃ強い、瞬速でさ、ダブタなんですよ。これやばいね。確率はこんな感じ、まあ1杯引ければねビニシウス出るんで、まあこれに関してもね35回上級もらえるところまで回すのはね割かしありなのかなと思います。あとリュティガーも一緒ね、 1% リュティガーもちなみにめちゃくちゃ強い、能力がねやばすぎるんだよこれ。229の瞬発、スピード234っていうね化け物で、スキブホールディングでめちゃくちゃいいし、活動量も悪くないと。特性がね若干イマイチなんですけど、まあ、かなりこれも強いと思います。そしたらさらに下見ていきましょう。続いて UCL24 ベスト11 2% チャンスパックと1200円、これね見たけどね買わなくていいと思う。確率がきついし1200円なんでこれは買えないね、スルーでいいと思います。続いてセンチュリオン24 SS24 126以上1人確定の SP パッケージと、これ4500円で買えて、今回ねおまけで中級素材が20個ついてきます。まあ、でも最低126なんで、まあ、これもスルーかな。確率 53% だしね。一応ね UCL ベスト11のチャンスもあるんですけど、ほぼ出ないんでこれに4500円をかけられないかなと思います。あとはマルチパック UCL ベスト11チャンスの120-130、あと120-130が 900FV、 1900FV、 いやこれも買えんだろう、確率悪すぎるんで。うん、124の方でも 130.3% だからね、まあこれもスルーでいいのかなと思います。以上が今回のパックなんですけど、特に買うパックはないですね。天井パック35連まで回すのぐらいかな。一応そのベスト11今回搭載されていて、こちらですね、今10人しかいないんですけど、多分ね後日ベリンガム来ていて天井パックになるのかな、
なんで、まあ、今ね回さなくてベリンガムの能力見てから回すのも全然ありだと思います。多分来週来るんでベリンガム。見た感じね、能力強いのはフォーデン羅針盤持ち、これもクソ強そうぐらいかな。正直他に強い選手はねそんないなかった。これ逆足3だしさ、これは個人技ヒールトゥヒールだし、これ身長低いしであんましね強い選手いないわ。なんでやっぱ UTOTS の選手狙うのがいいのかなと思います。これがね、まあ、普通のアップデートの情報になっていて、こっからはね大型アップデートの情報をお話ししていこうと思います。一番ね大きいところで言うとユーロのトーナメントモード、こちらが始まりました。今ねアイコンの方もユーロになってまして、来週からねがっつりイベントが始まる予定です。じゃあそのトーナメントモードを見ていきたいんですけど、まずじゃあお知らせから見ていこうか。トーナメントモード実装のお知らせとで見ていくと、まあ、普通にね UCL とかであったやつと一緒ですね。グループリーグやって決勝トーナメントやっていくみたいな感じですね。なんで最大7試合プレイすると、でこれね1日1回しかできないんで、なるべくやった方がいいと思います。結構大変だけどね。今回のその初優勝報酬に保護素材がついてきてるんで、そこがね UCL の時と違うんですけど、正直ね全部初級にする必要あったかなっていうのがね正直な意見。だって初級が計さ10、20、30、40、60、80個でしょ。だったらどっか中級10個とかにしてもよかったのかなと思います。なんかこの全部初級でね揃える意味はあったのかなっていうのがねちょっと残念なところかなと思います。こちら特別ミッションに関してはその国を使って優勝すると、使った国の国旗のねアイコンが手に入ると、まあ、全部で24カ国あるんで、全部優勝すれば全部の国のアイコンゲットできます。まあ、結構大変なんですけど、もうねやりたいって方はねぜひ全部ゲットしてみてください。じゃあ実際ねトーナメントモードの画面見ていきたいと思います。はい、こちらから選択できます。ちょっとね生配信でやったんですけど、その選択画面とかのところでチームとか見れたりするんで、まあ、そのまま実装されるか分かんないんですけど、一応ユーロ選手の能力も確認できます。これもね大型アップデート情報であったんですけど、ライブ OVR も反映されるみたいなんで、ここもね楽しみにして待ちましょう。以上がユーロトーナメントモードになっていて、あと変わったのが市場関連ですね。これね結構でかくて、今までねこの検索した後に表示される選手全部で100選手のみだったんですけど、なんとね今回のアップデートでこちらが変わっていて1000名表示されます。1000だよ、やばくないか、激アツ。あとはね市場が閉まる時間、今までね1時から8時かな7時かなだったんですけど、今日からなんとね3時5時だけメンテナンスして、それ以外はね開いてるという状態なんで、めちゃくちゃありがたい。夜中にも市場がチェックできると、そんな感じになってます。あとはプレイ面ですね、こちらを見ていきましょう。書いてある通り今回はね主にディフェンダーの動きが改善されてます。今までねそのカーソルで引っ張られた方に切り替えてもね選手が進んじゃう状況を、まあ、すぐ反応しやすくなったとか、変えた瞬間ね一瞬止まったりとかする感覚あったんですけど、まあ、それも改善されてると。あとはジェスチャーやボタンによるグラウンダースルーパス、これがなんかね遠くに行っちゃう問題もあったんですけど、それも解決されてるといった感じになってます。でこれに関してはね俺2試合ぐらいやったんですよ。アップデ後配信でもやったし、配信外でも1回やったんですけど、めちゃくちゃスムーズかって言われると微妙だった。ただそのカーソル変えた時にね減速するとかそういうのはねほんとなくなっていて、めちゃくちゃディフェンスはしやすかったと思います。まあ、スルーパス関連に関しては正直ねよく分かんなかったわ。以上が大型アップデートの内容となってます。はい、今回はね週間アップデート情報、大型アップデート情報をお話ししていきました。まあ、週間アップデート情報の方ではね特にパックもいいのなくて、またね来週さっきも言ったようにベリンガム天井パック来ると思うんで、そこまで待つのがいいのかなと思います。で大型アップデートに関してはマジ市場のね心がね神、あの鮮明表記表示されるのはめちゃくちゃいいと思います。相当選手も探しやすいんで、あれはねぜひ皆さんも活用していきましょう。あとはね市場の時間もかなり長くなったんで、そこもいい点かなと思います。あとプレイ面に関してはねもうちょっとやっていけばまたねいい部分が見えてくると思うんで、引き続きプレイしていこうかなと思います。あとはねユーロトーナメントモード、これも、まあ、しっかりプレイして報酬ゲットしましょう。またね選手も来週追加来るんで、そこも楽しみにして待ちたいと思います。またね質問があればコメント欄や DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。
バイバイ。